いきましょうかね、うん、ラリックス選手、レート2400超え、オフでなんと世界2位のスパーゴを倒したこともある、ラリックス、はい、なんで今度あの MK レイを倒した後はスパーゴ倒しかよ、えぐいて。さあそんな相手に先制して、うわちょっとこれなんでジャンプ、うわ怖いぞ、怖いし、もう、ね、怖い展開が、下着を拾って空母、もう展開がすごい、なになに、飛んだ、ちょっと展開激しいって、ちょこの二人展開激しいって、早すぎるやろ、横スマ当てた、カウンター、勢いがすごい、空母返さない。さあこれもこれ一気にいったね、まだ50秒ですよ、まだ50秒、展開早いて急に、はい、でちょっとあの対するね、トラ選手ちょっと紹介させていただきます、うん、はい、よろしいですかね皆さん、でもなんかもう試合がすごい動いてるからさ、どうしようちょっと、さ 117% 対 74%、うーわ横強で撃墜、まさかの一本三立て、あんたの見事だった、ラリックス、さあ先制した一本取ったのはトラ選手ということでね、この隙にちょっとこの隙にね、あの紹介を挟ませていただこうと思うんですけれども、あ、全然、始めていいっすよ、全然。あれ ?DM どこだ、待って。さあ、ちょっと待ってくださいね。やばい。ちょ。バトルの方はどう、ですね。あ、スマメイト、レート、最後2300。九州最大のオフライン大会、九龍かな、九龍ベスト5、スマ前スマ101優勝、世界最強アイク来ました、うん、そして今回ね、紅一点の女性スマブラ女性参加者です、あクーロン、あそうだクーロン、俺そうだ、この前もなんかそれ配信で言われたわ、さあ一応レート的にはラリックスの方が高くて、まああのスパーゴ倒してるからね、さあそんなスパーゴ倒したこのラリックスにめちゃくちゃリードしております、その崖怖いな、そう俺オフ大会、うわっ、もうこれ価値観確定させてるってこと、いやここで1ストック返した、さあだけどもう丸々にストック残っている、ちょ展開早すぎんこの試合、落とした、これはメテオ判定にならない、さあこのとがめられるか、これはメテオ判定にならない、あ道連れで勝っていく、早いんだけど、まさかのラリックスを倒して